部隊とは、自転車を移動手段として装備した陸上戦闘部隊のことである。日本陸軍のものは、銀輪部隊と呼ばれた。自転車部隊は19世紀後期に出現して、以降、簡易かつ比較的高速な移動手段として、流騎兵の代用、伝令などに世界中で使用された。現代は、先進国の軍隊では、 自転車兵を中心とした部隊は見られなくなっているが国家の軍事組織が大規模な自転車部隊を持っている例として北朝鮮が挙げられる北朝鮮では特殊部隊に山地や森林での使用を目的とした自転車部隊を設け隠密性を生かして敵軍勢力下への浸透に用いるとしている狙撃兵や警風評部隊の移動手段にも自転車の 利用拡大を計画しているという。スリランカもコロンボの中流部隊として自転車部隊を保有している。国家以外の武装勢力では、スリランカのタミルイラム解放の虎が自転車部隊を整備しているのが確認されていた。ただし、LTTE はスリランカ政府軍との戦闘で2009年5月までに壊滅状態に陥っている。 自転車部隊を徒歩の不評と比べた場合、平地での移動速度が大幅に優れている。またより多くの物品を携行することができる。馬を利用する機兵や自動車か不評に比べると、自転車自体の調達コストが安いのに加え、飼料や水、燃料を必要としないため維持や運用にかかるコストが安く、燃料や補修部品などに関わる兵坦を簡易にでき、 出動に要する時間も短縮できる。軍馬のような調教は不要で、自動車に比べると生産も整備も低い、工業水準で可能である。山岳地帯など複雑な地形での機動性も、下車して障害物を乗り越えるなど、自動車か部隊よりも柔軟な対応が可能である。走行騒音が小さく静粛性が高いのも、長所である。馬のように鳴き声を上げたり、 自動車のようにエンジン音を発生しないため音密性を要する偵察や特殊任務に向いている。一方、移動に兵士の体力を消耗することは避けられず、自動車に比べると速度が遅く不正地の投破能力に限りがあり重装備も運べない。完全武装した兵士の国士に耐えるためには市販の自転車では 強度が足らず特注車が必要となる。防御力の面でも、走行を持った乗り物ではなく兵士が露出しているため、脆弱である。機兵や自動車カフェは乗馬、乗車したままでも戦闘を行えるが、自転車部隊では、これが困難である。自動車の普及が進み、調達、運用コストが低下した後には、自動車カフェの方が一般には、 有利ということになった。19世紀にドライジーネアペニーファージングといった、黎明期の自転車が発明されて、すぐ、自転車の軍用利用の可能性は考えられていた。伝令や偵察への利用が検討され、不屈戦争では、伝令用として、実戦使用もされた。1879年のアメリカ陸軍を皮切りに、欧州各国は自転車を正式兵器として、 採用し始めた。しかし、安定性が低く、銃を背負った状態での運転も困難で、物資の搭載もできないなどの問題があり、実用性は不十分だった。モンタナ州法とミズーリ駐屯地で自転車演習中のアメリカ第25不評連隊。安全型自転車が完成した1885年以降に、自転車の軍事利用研究が、 本格的に始まった。さらに1890年代中頃までには衝撃吸収性に優れた空圧式タイヤと短くて頑丈なフレームフリーホイール機構などが実用化されたことで自転車の軍事利用が一挙に現実的なものとなった。安全型自転車の開発翌年の1886年には早くもフランス陸軍で いくつかの実験部隊が設置され、1895年には、史上初の折りたたみ自転車も使用している。イギリス陸軍は、常備軍には自転車を配備しなかったものの、義勇軍では1888年に、最初の自転車部隊を編成した。自転車には、過大な機体が寄せられ、機関銃や小型の大砲を搭載した自転車が、試作されたり、 イギリスでは槍を装備しての乗車突撃や、自転車を逆さに地面に置いて、車輪を空転させて、敵機兵を威嚇するといった戦術まで訓練された。アメリカ陸軍では、バッファローソルジャー部隊である、第25不評連隊のジェームス・モス・チューイが、1896年7月から、各種の自転車を装備した兵員を率いて、モンタナ州で実用試験を開始した。 最初は8人の主眼者の訓練から始まり、翌年夏には20人の部下を連れて40日間、3200km 近い長距離走行実験を行った。アメリカ陸軍は、不正地での兵員輸送手段として自転車に注目し、第25不評連隊に、路外行動の実用試験を行わせた。もっとも、 自動車の実用化により、アメリカでは大規模な導入には至らなかった。完成された自転車の最初の実践例は、ボーア戦争期の南アフリカで起こった、ジェームソン事件での伝令としての使用である。事件に続く、第二次ボーア戦争では、イギリス軍とボーア軍の双方が、自転車を使用し、偵察や連絡、遊撃戦などを行った。中でも、 防ア軍のダニエル・セロン率いるスカウト部隊、セロン偵察軍団はイギリス軍を苦しめ、セロンの首には1000ポンドの懸賞金がかけられるほどであった。また、鉄道警備用にタンデム型の機動自転車も使用された。第一次世界大戦中のイタリア軍ベルサリエリ部隊、西部戦線のイギリス第36、四段自転車中隊。第一次世界大戦では、 自転車化不評、偵察、連絡、救急搬送など多様な自転車部隊が各国で使用された。ただし、戦前に考えられていた乗車突撃による追撃戦などの騎兵的な攻撃戦術は、本物の騎兵同様に残酷戦を中心とした戦場には適合せず、活用された例はなかった。タンデム型やミワ型の自転車なども失敗作であることが、 明らかになり、軍用としては姿を消すことになった。ドイツ陸軍は、開戦時から各両兵大隊に1個の自転車中隊を有しており、その後の増設と合わせて終戦までに80個の自転車中隊を編成した。その一部を集めた自転車大隊も8個が誕生した。イタリア陸軍も12個のベルサリエリ連隊に、各1個大隊の自転車部隊を保有し、 機動力のある、不評部隊として使用した。ベルサリエリには折りたたみ自転車が配備されており、山岳地帯などで必要に応じて背負って移動する、ことが容易だった。ベルサリエリの自転車部隊は、第一次世界大戦後に、快速手段などに組み込まれて、自動車か不評の代わりに警戒、偵察用などとして存続した。イギリス陸軍では、義勇軍を再編した。 国防義勇部隊に14個の自転車大隊を持ち、第一次世界大戦に臨んだ。1915年には、その管理組織として、陸軍自転車兵軍団を設置するとともに、12個以上の自転車大隊を、ヨーマンリー連隊の人員から増設した。本土防衛を主任務とする国防義勇部隊の所属だったため、基本的に本国の沿岸警備に使用された。 ただし、いくつかの特設自転車中隊が、西部戦線へ派遣されて、常備軍師団の指揮下で活動し、一部では、軍団直轄の修正自転車大隊として、運用された。海外派遣された自転車部隊は主に予備隊として、不評部隊の戦術移動後の穴埋めに使用された。あまり直接戦闘に参加することはなく、戦闘になった場合には脆弱であった。 路外行動による故障で機材の損耗も激しく、次第に通常の不評部隊に改変されてしまった。国防義勇部隊の県成の自転車大隊のうち、いくつかも通常の不評に改変の上、ロシアなどに派遣された例がある。以上のような実戦経験の結果、イギリス陸軍は自転車部隊は無用であると判断し、1919年に自転車兵軍団を解体。 1922年までにすべての自転車部隊を通常の不評部隊に改変してしまった。ラトビアで作戦中のドイツ軍自転車部隊。自転車に乗ったドイツ軍伝令兵を再現した人形。パインツァーファウストを携帯している。ラップランド戦争中、川を渡るフィンランド軍部隊。数軸国自動車化が進みつつあった第二次。 世界大戦期にも主に数軸国陣営で自転車部隊は使用された。イタリア陸軍は前述のように快速師団などのベルサリエリ部隊が自転車を使用した。活動範囲は南はアフリカの第二次エチオピア戦争から北は東部戦線に及んだ。同様の自動車化不評代用としての走行部隊での自転車利用は東欧の中小国でも見られた。 ドイツ陸軍は、伝令用に、不評部隊に自転車を少数配備したほか、不評師団の偵察部隊として自転車部隊を使用した。まず、海戦時にあった、騎兵連隊は、うち1個大隊が、自転車化されていた。その後に、各師団に作られた、偵察大隊には1から2個の自転車中隊が、乗馬中隊と組み合わせつつ置かれたほか、一部の師団では、 対戦車装備を充実させた快速大隊となっている場合もあった。次第に自動車化が進められていったものの燃料不足から自転車部隊が使用される場合もあった。ノルマンディ上陸作戦後のボカージュ地帯での戦闘では数個の自転車大隊が街路樹や池垣などを対空射兵物に利用した機動戦を展開し大きな成果を収めた。 東部戦線での治安任務にも自転車部隊は欠かせない存在で警備任務の部隊にはまとまった自転車が配備された。このほか、対戦末期に編成された国民的弾兵師団には1個大隊の自転車大隊が含まれ、機動予備部隊として使用された。民兵である国民突撃隊にも自転車装備のものがあり、しばしばパンツァーファウスト2発を装備して、 対戦車戦闘に駆り出された。日本陸軍は日中戦争中から約5万台の自転車を軍用に使用していた。太平洋戦争初期の南方作戦でもマレー半島の攻略などに自転車部隊の機動力が重要な役割を果たした。その活躍から銀輪部隊の愛称も生まれた。フィンランド軍は 継続戦争及びラップランド戦争で自転車部隊を活用した。両兵大隊や師団以下で編成された機動部隊の移動手段として自転車を使用し、1942年から1944年の間は各不評連隊の装備品にも自転車が加えられていた。これらの自転車部隊はフィンランド軍の進撃時には戦方部隊として活躍し、防衛局面では 起動予備として、救援や反撃に用いられた。中でも継続戦争中の1941年には、自転車化された第一両兵旅団が、戦車大隊と対戦車大隊の配属を受けて、進行作戦を行い、道路整備が不十分な地域での素早い進撃を成功させた。ラップランド戦争時にも、ドイツ軍の橋梁破壊のために、戦車隊が立ち往生する一方で、 自転車部隊は容易に溶かして前進できた。なお、当期には移動手段をスキーへと変更していた。連合国、中立国自動車化が比較的進んでいた。連合国側では空挺部隊向けの折りたたみ自転車などの特殊用途の他、広報地帯での連絡用などに限定的に使用されただけだった。具体例としては1942年に フランスのセインとジョーイン・ブルーニバルで行われたビュルツブルグレーダー調査のための空挺作戦で折りたたみ自転車が実際に使用されている。中立国のスウェーデン軍は1939年時点で6個の自転車連隊を保有していた。その装備用として数種の国産軍用自転車が開発されていた。スイス軍も1891年以来 自転車部隊を使用し、第二次世界大戦時も大規模な自転車部隊を保有していた。不評部隊の側面援護や戦略拠点の警戒などが任務とされていた。装備している自転車は、本体重量 25kg もある頑丈な専用車だった。第二次世界大戦後は、自動車化がますます進み、自転車を集中的に運用する自転車部隊は、 先進国ではあまり見られなくなっていった。例えば、スウェーデン軍の自転車連隊は1952年までには解体された。スイス軍だけは、山がちな国土の特殊性などから、戦後も長く自転車連隊を保有し続け、その廃止決定は2001年になってからである。スイス軍自転車連隊の最末期の編成は2から3個、自転車大隊を帰還に。 二個機械化対戦車中隊、迫撃砲中隊、衛星中隊からなる強力なものだった。対戦車ミサイルが装備され、後方警戒任務だけでなく、対戦車任務も重視されていた。他方で、開発途上国の軍隊や、民兵組織では、自転車部隊がしばしば見られた。非正規戦、ゲリラ戦では、人力で、 比較的大量の物資を高速で輸送できる手段として重宝された。インドシナ戦争やベトナム戦争では空襲を避けるのに適した輸送手段として平坦用に大量使用された。な。アジア北朝鮮フォーカス松城99ページ。松城によると、この他イタリア軍は、核連隊に4両ずつの自転車を配備したとの情報があるが、あまり定かではないという。 松代、101ページ。サザーランド、ジョナサン・アフリカン・アメリカンズ・アット・オー、アン・エンサイクロペディア、ABC ・クリオー200、2003、P412。松代、103ページ。この決定で、スイス軍自転車部隊は2003年までに廃止される、ことになった、クレール・ドゥル・エンド・ブロード・フォー、スイス・アーミー・サイクリスト。 b b c ニュース、h t t p n e w s b b c c o u k スラッシュにスラッシュハイスラッシュヨーロッパスラッシュ 1325485.stm、mm、松白105ページありがとうございます